には、ホリエモンがどういう人物なのかを知るためのキーワードをまとめてみました。この動画を見ると、より深くホリエモンを理解できるでしょう。ご視聴ありがとうございました。ホリエモンの趣味、思考の多様さが分かりますよね。他にもこういうのはどうかといったご意見ご感想がございましたら、コメント欄にお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。いってらっしゃい。